なんで今日中村も呼んだかっていうと、あのですね、遡ること数ヶ月前、バレンタインデーというのがありますよ。あの忌まわしい。うちのバレンタインっていうのがあったんです。そう杉田君とこの SP 田中はですね、はい、海野先生にチョコレートをもらいました。もらいました。美味しいの。はい。そこまでは良かったんです。はい。そしてホワイトデーが過ぎ、ある時ですね、杉田君、SP 田中、はい、そして中村も一緒に海野先生に行きました。ああ、そうね、ご予約して。はい。その時にですね、僕らはラブプラスで、俺、真中にバレンタインの俺返さなきゃ、俺はリンクにもう返しましたよ。ホワイトデーですからね。で、中村は今度、ときめも4のラジオやるから、そうクリアしなきゃな。ちょっとやっとかないと、ってやつ。なかなか面白い。河川敷でいいんですよ、って悪い知恵をもらってたんですよね。そうそうそう。で、海野さんはその時気づいてたんですよね。3月14日ですか。はい。はい、なんか3月14日だし何か。あ、そういうので来たのかなみたいな。あ、そう。なんか嬉しいなとか思って。僕らは何のお返しをつか忘れてた。しかもラブプラスにはしっかり返して。ラブプラスには返して杉田さんは行くなりも我が家のようにうがいセットとか取り出してうがいをしてまあ自分の体にすごく気を使ってるわっていう。私のレッドブルも飲んじゃって。あ、そうです。本当すいませんでした。いや、言い訳させてもらうと、我々にとって、バレンタインデーとか、そういうもんって二次元のイベントなんですよ。慣れてないからね。だから、現地で返すっていう発想がなくて。私、でもあの時、本当に泣きそうになって。あれで、あまりにショックだったんで、その場で言えなくて、うん、2ヶ月ぐらい我慢して黙ってて、でも、ある日やっと、実は、あの時もらえなくて、リンコちゃんたちにあげてる姿を見て寂しかったって、2ヶ月後に打ち明けた。それを言うのすらやっぱりちょっと辛かったですよね。ほんまに申し訳ない。というわけで。